たので、町の中華屋さんですけど、でもやっぱりこう炒め物は野菜全部油通ししてあるし、食べて本当に他の店よりも美味しい。チャーハンです。うまい。やっぱりしみじみうまいんで、食べると言葉が出ないんですよね。って感じで、もう本当に美味しいんですよ、ここのチャーハン。大好きなんです。玉ねぎと肉の細切りですね。それだけですね。味はまあシンプルに卵チャーハンしっとり系ですね。どっちやってもしっとりチャーハンですよ、はい、それがやっぱりいいんだと思う。お客さんが今でも取っていただけるのがね。やっぱり美味しいから来るんだよ。大先輩だからね、お父さんは。ですから、お客さんはさ、スープまで綺麗に飲んでいただくじゃん。それが嬉しい。やっぱり人柄だよね。人柄も味のうちだよね。御年来年90になられる方がですよ、朝8時にはお店に出てきて仕込みをして、いまだに厨房に立って鍋を振るうというのは感動的ですよ。生涯現役っていうのはとてもすごく背中で表してくれてる方だなって思います。こっちもうかうか知らんないなっていうのが14歳からなんですよ。長野の場合は冬働きってあるんですよ。その時にもう私はもう帰らないっていうつもりで出てきたんですよ。田舎どうしようもないからね。来週券っていうのは名前もらうのが大変なんですよ。簡単にもらえません。やっぱり10年以上勤めないともらえないんですが、食べるものをね、その急いでやった時でうまいわけじゃないですか。が一個一個丁寧に作りますっていうのがポリシーらしいですよ。どうもごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。どうも。100枚で生きてね、100歳で100円でラーメンやりたいと思ってます。はい、でそれも夢に持っております。それを目標にして やれるとこまで頑張りたいと思って、はい。
餃子上がりです。前の店から来たらもう40年以上です。どんな遠いとこ行こうが追いかけて食べに行く。僕が21の時手伝いに入って、もうそのまま店を引き継いで今に至ってるんですけど、オープンの日はどうなんやろうって思ったら、覚えてるお客さんがたくさん並んでくださいました。それはもう本当嬉しかったですね。もう娘みたいな無口な店主がいいから黙々と仕事してる、うん、まあ毎日味が変わらないように、肉ミンチ3キロに対して油ミンチを 1.2 キロ、アバウトなミンチじゃなくってしっかりと分けてね。あとは野菜の本来の甘み、素材の味が生きるように作ってます。もう餃子の皮は創業以来ずっと同じ厚めにしてもらって、もちもち感が出るように。餃子ってそもそもあの皮を食べるもんなんで、もたん水家の餃子は世界一周りがパリッとして中はジューシーしっかり具が詰まってるから食べ応えあり、最高に美味しいです。このお味噌のタレがなくても美味しいです。もう私は餃子のタレはこれはと思ってるから、このタレが、ね、飲みたいぐらい美味しい。タレの美味しい。僕大体焼き好きなんですけど、も水餃子が美味しくてジューシーで、他にはあんまりないようなプリプリ感が美味しいかなって思って。すいません、カットネギの注文なんですけど、連休ですよね。3つお願いします。タンパック、はい、ありがとうございます。確かに向こうであのすごい忙しかって、そのお客さんが全部こっち来てはるから賑やかになってありがたいです。もう全然街中でやってる商売とは違って、もう本当に市場の皆さんもすごいあったかいし、結構皆さんお客さんに、まあ、ここの味は唯一無二やからって言ってもらえてるんで、それをなるべく長く持続できるように、まあ、少しでも長く餃子焼いていきたいですね体力的にはな、まあ、きついのはきついけど楽しいよな、うん、そうですね。やっぱり人柄だよね。淡水家の餃子は世界一このお味噌のタレがなくても美味しいです。飲みたいぐらい美味しい体力的にはきついけど楽しいよな、うん、そうですね。